こんばんは、戦国カリチョンナイです。今回は、織田信長が生んだ伝統工芸品ってことでやっていきたいと思います。伝統工芸品ね、で、今日紹介する伝統工芸品なんですけれども、国谷っていうものなんですけれども、これ僕ね、これ知らなかったわけですよ。まあ焼き物なわけなんですよね。これ陶磁器って言って、まあお皿ですよね、でっかいね。で、個人的にね、こういろいろね、パッと思いつくね、その陶磁器っていうとね、まあなんとか焼きっつうのとね、まあ備前焼きとか、有田焼きとか、九谷焼きとか、九谷焼きっていうとね、この九谷焼きっていうのはなんか仲間なのみたいな風にしか思ってなかったんですけれども、まあ、今回ですね、これを調べるにあたって、この国谷っていうのがめちゃくちゃこの、なんだ、歴史上ね、この戦国武将との関わりも強くって、まあ、なんならね、この織田信長と、とのつながりがすごかったということで、今回やっていきたいと思います。で、この先ほど言ったね、この九谷焼きっていうね、有名なね、これは僕でも聞いたことあるような九谷焼きなんですけれども、まあ、これっていうのが、この国谷のね、が前身になるわけなんですよ。で、この前身の、国谷焼きっていうのは、石川県の、加賀市で、それの九谷村っていうところから、始まったっていうのがあるので、九谷焼きと、国谷焼きということなんですね。で、出来上がったのが、1655年から、まあ、大体50年間にわたって、流行ってたわけなんですけれども、まあ、50年ぐらいでね、突然の、廃炉っつってね、廃業って言って、まあそのね、焼き物業界の専門用語みたいなんで、その釜をね、潰してしまうというか、終わりにしてしまうみたいな、潰れちゃうみたいな、そういうのを、廃業って言うんですけれども、してしまって、その中でもさらに、前半の20年ぐらいに、特別にね、やっていた古い時代のっていうのが、この国谷っていうやつなんですよね。ね、こんな全然知らなかったわけですよ。で、実際ね、写真とか見ると、うわ、すっげーみたいな、これいくらすんだろうみたいな、考えちゃうわけですよ。何百万、何千万とかしちゃうんですかね、わかんないですけどね。そう、そんなような、すっごい、ものすごい、お皿なわけですね。で、なんでこれをね、そもそも、急に美術品を、やり出したんだということなんですけれども、まあね、この前ですね、僕のね、YouTube のコメント欄の方で、視聴者の方からこんな本面白いですよって、おすすめいただいたのが、今回の紹介するこの本なんですね。国谷を追うってことでね、西野、哲郎先生の、本になりますね。はい。まあ、こんなの面白いですよなんて読んでみたらどうですかみたいなので、ああそうかと、ちょっとこう見てみようかなと思ったわけですよ。というのも僕ね、子供の頃からですね、毎週日曜日のお昼ご飯ね、家族でみんなで食べた後の、まあ、1時ぐらいですね、1時ぐらいになると何でも鑑定団の再放送やってるじゃないですか。今もやってるんですけれども、今でもまだ、結構見るみたいなね、家族でみんなで外出してても、車で見るみたいなね、そういうのをやるぐらい見てるぐらいもう習慣になってしまったんですよね、この日曜日の。でそういうのを何でも鑑定団を見ている中で時々思うわけですよ。古いものが出てきた時に歴史のね、解説なんかもちょっとするわけですよ。まあ、大体はこの俳句のね、歌人とか、あとは陶芸家とか、まあそういうようなのが多いんですけれども、中にはこの戦国時代の、まあ、織田信長とか武田信玄とか、まあそういった人たちが出てきたりとかする、絡み合う中でのこの歴史の解説みたいなのがあったりして、この古いものと歴史っていうのは結構これリンクするんじゃないのみたいな。で、たまにはね、勝海舟の書だったり、西郷隆盛の書で何百万みたいな出たりとかして、おお、これが西郷隆盛が書いた字なのみたいな、そんなに思うこともあるんですけれども、まあ直接的な、そういった、関連も、もちろんですが、それ以外にもその単にこのね、同じ時期を生きていた人間たちのこの関わりっていうのは、やっぱりこの歴史と芸術っていうかね、そういうのっていうのは別レイヤーの話ではないんだなというふうに思いましたので、今回ちょっとやってみようかなと思うわけですよ。で、まあね、今回その改めて読んだわけなんですけれども、はい、ですね、これね、先生と生徒がこう会話形式になっていて、で、まあ1日目、2日目、3日目と、まあ、授業を受けるような、まあ、講習受けるような形で、進んでいくわけなんですけれども、若干ね、歴史については、まあ、ある程度詳しいとは、あるんですけれども、まあ、このね、焼き物関係だとか、その、出てくる芸術のね、人たちの、そういった名前なんかも知っていた方が分かりやすいかなっていう感はあるので、かなりね、この初期知識っていうのは必要なのかなって気はするんですけれども、まあただね、この先生と生徒の会話っていう意味では読みやすいと思いますので、ぜひ、読んでいただければと思います。
でね、でこの国谷っていうのはどういう経緯でできたのと、なんで信長と、つながっていたのと、まあ、ルーツがね、信長になるのということなんですけれども、まあ、ざっくりね、この本で書かれている、この西野先生論的には、まずですね、この信長っていうのが、まあ、自分がね、こうやりたかった、作りたかった、この目指した国づくりみたいなのがあるわけですよ。で、その国づくりを、こう、まあ、本能寺の変によってこう夢が絶たれてしまって、それを信長のね意思を引き継いだこの前田利家からの3代がそれを引き継いで実現させていったっていうのが自分の国のね加賀百万石の文化になっていくんだと。まあ加賀百万石といえばね、めちゃくちゃこう全国でも有名なね、今でも観光地化しているような場所になるんですけれども、まあその文化を作り上げたっていうのは、まあもともとはこの織田信長のこのなんだ理想みたいなのがあって、それをその理想を引き継いだ前田家が作り上げた、具現化した都市だったというわけなんですね。で、まあ、ちょっとそれだけだとこうざっくりしすぎているんですけれども、まあ、具体的にはですね、まあ、信長っていうのはその、キリスト教っていうのが入ってきて、これを信長はこれ利用できると、これ価値あると、これ利用価値あるなってことで、思うわけですね。さらにこれを使うことによって、この今のね乱れている戦国時代っていうのを終わらすことができると。でさらにそこからさらにこうどんどんこう文化をね、文化政策みたいなことをやっていくことで、富国強兵ですね、自分の国を強くしていくと。で、外国へと、で外国のその、キリストのね、この宣教師たちのいるようなその海外勢力との、戦いにも、対抗できるというような、政策を考えていたんだろうというのがこの西野先生の説なんですけれども、もうこの時点でね、もう明治維新と同じことやってんじゃねえのみたいな、同じことを考えていたのが信長だったということでね、結構このなんか夢がね大きいですよね。はい、ちょっと個人的にはいきなりそんなにこうそういうことなのっていうのはね、だんだんねこう読んでいくにつれて、あ、なるほど、そういったことも考えられるなと、いろんな考えがあって面白いじゃないですか、こういうのね、面白いですよねっていうので、まあそういうのを目指していたというわけなんですけれども、まあ皆さんね分かっている通り、その後本能寺の変が起こってしまって、信長がここで、夢絶たれるというわけなんですよね。なんですけれども、その後のね信長の意志というのを、前田利家を筆頭にこの三代が引き継ぎまして、まあ、天下とまでは言いませんでし、いけませんでしたが、この加賀のね、自分のこの加賀の国っていうのをこの理想郷として作り上げたと、目指したというわけなんですね。まあ、ちょっと2回同じような感じのこと言っちゃったんですけれども、まあ、そんな風な形で、前田利家によって引き継がれて、で前田利常ですね、三代目の前田利常によってこれが実現したというわけなんですよ。はい、でじゃあなんでねそこの信長からの前田利家と引き継ぐってなるのかと、まあ受け継ぐというか、信長さんの意思は俺が継ぐぜみたいになったのかっていうと、この前田利家っていうのがめちゃくちゃね信長のことが大好きだったんですよ。まあこれも有名な話なんで皆さんも知ってると思うんですけれども、まずですね信長と、利家っていうのはまあ男色関係であったということなんですね。まあ当時としては全然珍しいことでも何でもないんですけれども、まあ、こう利家っていうのはめちゃくちゃねイケメンで、こう身長が高くて、で槍も強いから、まあ多分筋肉も細マッチョ的な感じでね、同じ男が見てもあーかっけーなーみたいな風に思うような人だったんだと思うんですよね。でまあそんなんだったので、信長自身もちょっとの利家来いということでこう仲良くなるわけですね、なるわけなんですけれども、この話っていうのを、前田利家っていうのはこう信長の死後ですね、自分がおじいちゃんとかなった後にこう家臣だとか、いろんな人にこの話をするわけですよ。俺ね若い頃ね信長さんとめっちゃ仲良かったんだよねみたいな、もう多分お互いねこうなんだなくてはならない存在みたいな、そんな風になったんだよねみたいなのを自慢するわけですよ。で有名な他にも有名なねこう男色というかそういう関係であったっていうのはこう森蘭丸とかいうのが有名なんですけれども、まあ、そういった人たちのこう記録、男色的なところの、信長に関する記録っていうのは全然ないわけですよ。でなんですけれども、この利家っていうのはめちゃくちゃそれをこうみんなにこう言いふらすっていうか自慢してたわけですよ。っていうのもあったりして、めっちゃ信長さん好きですねみたいな、信長こうめっちゃ好きじゃないですかみたいな、もちろんだよ、俺はもうあの人とね、生涯ずっとね共にいると思ったんだよと、ずっとついてると思ってたらねあんなことになっちゃってかわいそうだったよねなんですね、そういうような、人だったわけですよ。でさらにですね、それだけじゃなくって他の、信長エピソード、信長逸話みたいなのをこういろんな人にこう伝えてったっていうのも利家なんですね。これ前ね別の動画でねインフルエンサーっていう動画出したんですけれども、まあそんなところにも、こんなエピソードは利家みたいな、そういうのもどんどんこういくつも上がってますんで、そちらもよかったらぜひご覧ください。はい、でそんな感じで、利家っていうのはこう信長に関することをバー言いまくって、で
まあ、信長のね、凄さというか、この天才的な、信長像っていうのをこう広めたわけですよ。で、その当時、その動画にもあげましたけれども、そのね、その当時っていうのはもう徳川、家康の時代、徳川幕府の時代になっていますので、徳川幕府としては信長みたいなやつが、英雄だと困るわけですよ。何よりも徳川一本、徳川一族が最強みたいな、まあ、そういったようなのを、広めたいのに、前田利家っていうのは信長のことを言ってくるということで、ちょっと、家康としてはちょっと困るな、みたいな、徳川家としてはなんでそういうこと言うんだよ、みたいな感じはするんですけれども、それでも言い続けたっていうのが、もうとにかく信長愛がすごかったというわけなんですね。で、さらにね、この利家自身、亡くなるわけなんですけれども、まあ、その時に、遺言書っていうのを作るんですけれども、その中内容もね、ぶわー長いこと書いてあるわけですよ。こうしろこうしろああしろこうしろみたいな、僕はもうすぐ死ぬからみたいな書いてあるわけなんですけれども、まあ、その中にですね、信長に関するこのなんだ忠義っていうのがめちゃくちゃ何個も何個も書いてあるわけですよ。いやー、信長公がこうだった時に私はこうだったとか、いろいろこう遺言書の中にこう信長へのね、崇拝ぶりっていうのをめちゃくちゃ書いてるわけですよ。一方ですよ、一方その後の豊臣秀吉、まあ五大老の一人もなったんですけれども、その豊臣秀吉に関してのことっていうのは一切なくって、まあ一切というか、その大阪城の、豊臣秀頼のね、後見人にはなっていたので、その後見人に関することはちょっとは出ていたんですけれども、本当に一文二文とかそんなもんだったと思うんですよね。秀頼公がどうたらどうたらみたいな、そういうのがちょっと書いてあるぐらいであって、まあ、あくまでも信長公にお世話になりましたみたいなのを、この遺言状にも残しているということで、もうめっちゃ好きなんですよ、信長のことが。めっちゃ好きなんですよ。だから、この信長の目指した、こう、理想郷っていうのを、俺が実現しようっていうのを、こう、きっかけとしてね、お前だけはそういう方針でやっていきますみたいな、そういうのを、始めたというわけなんですね。じゃあと、どんなものを実際引き受けて受け継いでいったのかということなんですけれども、まあ有名な言葉で、お茶の湯御聖堂なんていう言葉で、このね、茶の湯っていうね、このお茶の、まあ茶の湯ですよね、茶の湯でこう政治を行うということで、こう文化の中に政治を盛り込んじゃうみたいな、そういうような、手法というか、そういう文化を作り出したんですね。まあ、具体的にはこの茶器というね、こうお茶碗だったりとか、その道具ですよね、道具関係なんかもこう褒美として、まあ現金と同じような価値の、お金と同じような価値のあるようなものとして、生み出していくということで、まあこれは前田家にとっては、武器とかね、武器なんかを作ったり、まあ今回の国谷とか、まあそういったのがそれに値する同じものなのかなというところなんですよね。で、そういったこの文化政策っていうのが、この、信長から引き継いだものということなんですね。まあ代表的なところだと文化政策ってことなんですけれども、例えて言うなら、この食料とか、土地だとか、まあ金ですよね、先ほどの金とかではなくって、その茶器、武具、まああと貨幣ですよね。まあ貨幣っていうのもね、これが面白いんですよ。貨幣っていうのが、この、豊臣秀吉とか、徳川家康っていうのは大判小判っていうのを、まあ、金で作るわけですよ。作ったんですけれども、織田信長っていうのは多分ほぼ作ってない、いや作ってないんじゃないのかなと思うんですよね。なんでかっていうと、この大判小判っていうのは基本的にはこの通貨として使ってるというよりかは、この金のご褒美だよってことで、あげてたわけですね。なので金そのものだったわけですよ、その価値は。なんですけれども、信長は銅とかそういうのを使って、通貨を作ってたんですね。それをこう全国に自分の国中にこうばらまくことによって、それがこうお金としての価値を生み出すと、今のお金と同じですよね。そういったものをやっていったってことなんですよ。この辺もね、信長のすごいところになるわけなんですが、まあちょっとこの辺はまた深くなって長くなってしまうので、そこはちょっと一回置いときますけれども、まあそういった形で、その物理的なね、その食料、土地、金、金とかじゃなくって、人が作ったね、茶器だとか、武具とか、あとはその貨幣とか、そういったものに価値を生み出していったというような、価値観になっていったわけなんですね。これすごいですよね。うん、まあ、実際この動きをし始めたっていうのは3代目の利常の頃にはなるんですけれども、まあ、どんどんね、この貿易によって、いろんなね、外から、新しいものを取り入れたりだとか、文化人だとか、陶芸家とか、そういった人をどんどん招いていって、自分のこの加賀っていうところで、
まあ、文化をね。で、さらにね、版まで作って、あ、その、なんだ、文化版みたいな感じで、版を作ってしまって、そこはもう、文化のね、この、なんだ、芸術の向上のために使う版だ、みたいなので、そういった版を作ってしまったりとか、まあ、そのぐらいの力の入れようでいった、この前田利常なんですけれども、その中でもさらに、もっと利常自身がもう自らね、もう先頭を切って、このプロジェクトに当たったっていうのがこの国谷なんですね。だからこの国谷が、信長の本当に信長からの直でのこの理想中の理想をこう引き継いでいくっていうようなことになるわけですね。でその流れっていうのがどんどんこう広がっていってというか、ちょうどその頃ですね、後水の天皇っていう、天皇がその頃だったんですけれども、その天皇がですね、もっとこう文化をね、広めていこうと、発展させていこうということで、まあ、京都のね、こう貴族なんかの文化もこう花開くというか、進めていったりだとか、そのね、京都のね、町人とか、まあ、ちょっとこう、なんだ、お金持ち町人みたいなのがどんどんこうね、自由な、文化っていうのをこう進めていったりだとか、あとは、まあ、その江戸時代始まりますので、江戸の方では、武家の文化っていうのがまた大きくなっていくっていうようなね、その文化こう混ざり合って、官営文化というね、一つのムーブメントとなったわけなんですね。うん。で、まあね、もう少しちょっとこのね、信長と国谷と前田とちょっとね、このつながりがまだ弱いということで、もう一個ね、ちょっとキーポイントになることがあって、それは、千利休と、キリスト教なんですね。